こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。体調の心配をしてくださった皆さん、本当にありがとうございます。だいぶ回復してきましたので、もう大丈夫かなと思います。生配信は来週末またやらせていただきたいと思っているので、またぜひ遊びに来てね。はい、今日はまみりんマートの新しいチャンネルアート、そしてアイコンを発表させていただきたいと思います。先月新しいチャンネルアートを作りたいと思っているので、まみりんのイメージイラストを描いていただける方がいたら送ってくださいという動画を出させていただきました。そうしたらイラストを送ってくださった方がいらっしゃいました。本当にありがとうございました。送っていただいたイラストで新しいチャンネルアートとアイコンを作らせていただきました。はい、まずは送っていただいたイラスト画像を紹介させていただきたいと思います。まずお一人目はこちらです。はい、ヤムちゃんさんが描いて送ってくださいました。めちゃめちゃ可愛いですね。ブルマとマミリンのフュージョンでブルマミリンということです。はい、ありがとうございます。表情もね、とっても可愛いし、頭にこれね、ギターの形のヘアピンかなつけてるんですよね。もうここがね、すごくマミリン感出てるなと思いました。ヤムちゃんさん、本当に素敵なイラストありがとうございます。はい、そしてお二人目はこちらです。まさしさんが送ってくださいました。ありがとうございます。はい、猫ちゃんですね。額に M の字そしてご飯のお茶碗にまみりんと書いていますね。これはこの猫ちゃんがまみりんっていうことですね。転生したら猫ちゃんだったということですかね。私ね、よく猫のモチーフを動画とかに使っているので、そこからイメージしてくださったのかなと思います。はい、もうこちらも味があってとっても素敵だなと思います。まさしさん、ありがとうございます。はい、そしてお次はこちらです。はい、松本こちらは花たれさんが送ってくださいました。はい、これはもうね、びっくりですね。もうこう来たかと。うん、花たれさんご自身はネタ枠で使ってくださいとおっしゃってくださっていました。はい、もうしっかりと使わせていただきたいと思います。なぜ松本なのかというと、これは私が以前コミュニティに投稿した画像、そちらに花たれさんがとあるコメントをねしてくださったんですよね。それがヒントになっておりますなので、なぜ松本なのかがちょっとわからないなという方は、コミュニティを遡っていただき、花たれさんのコメントを見ていただくとわかると思います。花たれさん、本当に素敵な楽しい画像ありがとうございます。はい、そしてお次はこちらです。はい、みっちゃん GT さんが送ってくださいました。はい、もうこれはね、もうこれでバナーになってますよねすごい、イラストというかもうバナーを作ってくださったという感じですね。ありがとうございます。私のイメージの女の子かな、ギターを弾いていますね。もうみっちゃんさんもギター弾かれるので、やっぱりね、ギターをイメージしてくださったのかなと思います。はい、もうとっても嬉しいです。みっちゃんさん、素敵なバナー本当にありがとうございます。はい、そしてお次はこちらです。はい、こちらはジャック・ラッセルさんが送ってくださいました。ジャック・ラッセルさんの息子さんが書いてくださったということなんですが、めっちゃめちゃ可愛いこれはもう本当にもう見た瞬間可愛いって思いましたね。はい、なんかパソコンで書いてくださったということで、ブルマをイメージしている感じですね。めっちゃ可愛いしかもギター持ってますね。髪の色も青で、目も青で、私の大好きなブルマをイメージして書いてくださったんだなとすごく思いました。ジャック・ラッセルさんとジャック・ラッセルさんの息子さん、本当に素敵なイラストありがとうございます。はい、そしてお次の方で最後になります。
次にいただいたイラストはこちらです。はい、こちらはロンロンさんという方からいただきました。本当にありがとうございます。こちらはちょっと鳥山明先生風な感じもしますね。すっごい素敵ですよね。私をイメージして考えて書いてくださったということなんですが、ギターをね背負ってますね。嬉しいです。めっちゃ可愛い。顔もねちょっと釣り目な感じで、ド S マミリンがちょっとね垣間見れるかなという感じですね。はい、ロンロンさん素敵なイラスト本当にありがとうございます。はい、ということで6名の方がイラストを送ってくださいました。皆さん貴重なお時間を使ってイラストを描いてくださり本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。送ってくださったイラスト画像を使わせていただき、チャンネルアート、そしてアイコンを作らせていただきましたので、そちらを発表させていただきたいと思います。まずチャンネルアートはこちらです。はい、私が作らせていただきました。皆さんから送っていただいたイラストを散りばめさせていただきました。はい、ちょっとねあんまり私に技術がないのでなかなか配置とかがね難しかったんですけれども、皆さんが描いてくださったマミリンイメージのイラストが私をね見守ってくれてる、そんな感じにしたかったので、空に浮かんでいる感じにしました。自分ではとても気に入っています。はい、そしてアイコンはこちらです。はい、ジャック・ラッセルさんから送っていただいた、ジャック・ラッセルさんの息子さんが描いてくださったイラストを新しいアイコンにさせていただきたいと思います。はい、というわけで新しいチャンネルアート、そしてアイコンの発表をさせていただきました。皆さん本当に本当に素敵なイラストありがとうございます。形のあるお礼というのができなくて申し訳ないんですけれども、こちらのイラストを使ったチャンネルアート、そしてアイコンでマミリンマート、これからも動画投稿頑張っていきたいと思いますので、それがお礼になったらとっても嬉しいなと思います。いただいたイラストはチャンネルアート、アイコンだけでなく、これから動画の中でも使わせていただきたいなと思っていますので、どこで登場するか、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは今日は新しいチャンネルアートとアイコンの発表をさせていただきました。イラストを送ってくださった皆さん本当にありがとうございました。そしてご視聴くださった皆さんありがとうございます。これからも皆さんに楽しんでいただけるような動画を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次も絶対見てくれよな。